元気ですか？元気があれば何でもできる、ただいまご紹介に預かりました。昨日まで参議院議員だった須藤元気でございます。本日私の生まれ育った江東区東陽町でこのようにこの場に立てること大変嬉しく思います。まずはじめに今日このスタートラインに立てたことはスタッフそしてボランティアの皆様のおかげです。心より御礼申し上げます。ありがとうございます。私はここ江東区東陽町生まれ、家は南砂でした。第四砂町小学校に通い第二南砂中学校を卒業、その後関東一高へ進学しレスリングを始めました。そして拓殖短期大学に進みレスリングの全日本ジュニアチャンピオンになった後渡米しプロの格闘家へなりました。プロの格闘家を引退した後拓殖大学大学院で政治行政を学び、そして5年前の参議院選挙で当選し参議院議員国会議員になりました。なぜ私がこの政治家になったかと言いますと、実はきっかけは高校生の頃です。実は政治家になるのは格闘家になる前に政治家になろうって思ってきたんです。私は、私のキャリアからもそうなんですが結構落ち着きのない子でして、学校でよく先生に殴られていました。昔は今と違って体罰は当たり前だったんですが、本当に先生によく殴られたりとかしていたんです。でその流れでグレ始めたんです。そして高校生の頃上野で警察官に補導され、警察署に連れて行かれる時に女性警官だったんですが私にこう言ったんです。あなたの目にはまだ光がある。ちょっとなんかこの三流映画のなんか臭いセリフなんですが、本当にそういうことを言ってくれたんですよ。そして僕のことをリリースしてくれたんです。その時にそっか、まだ自分には目に光があるんだ、もう悪いことやめよう、そして生きやすい社会作りたい、そう思い漠然とですが政治家になろうってなんとなく思い始めたんです。で私は須藤元気、小山優先生の頑張れ元気というボクシング漫画から作りました。格闘技をやって名前を挙げてそして政治家になろうって思ったんです。運よく格闘技ブームがありました。そして私は格闘家としてある程度名前を残すことができたんです。そして政治家になり、実際に政治家に入なって、党に入ってですね、当時はこの国を救うには積極財政しかないってことに気づき消費減税を訴えました。この日本経済を停滞させた大きな要因である消費減税を行うことによって、そしてこの日本経済が復活する、そう思ったんです。しかし当時所属していた党と考え方が違うということでそういう発言はするなと何度も言われました。もちろん政党政治ですから分かるんですが、でもやっぱり悔しかったんですよね。苦しんでる国民を救うのにやっぱり言いたいことも言えない、やっぱり悔しかったです。政治家になって思うのは、野党も与党も素晴らしい先生ってたくさんいるんです。一人一人は素晴らしいんです。でも党のしがらみであったり派閥であったり、そういったものがあってみんな言いたいこと言えないんです。やりたいことできないんです。私はそれを壊したいんです。今与党も野党も変わらなきゃいけない、そういう時期に来ていると私は感じています。多くの国民は与党もダメだけど野党もダメだよね、何か新しい形を作っていかなきゃいけない、そういうふうに感じているはずです。私が今回挑戦するきっかけはうちの母親でした。昨年末うちの母が他界しました。
うちは年末、まあ、居酒屋ということもあり忘年会入ってるし店休むわけにはいかない、そう言って葬儀が終わってからうちの親父はすぐ店に戻りました。私も店を手伝ったんですが、うちの親父がいつもと変わらない口調でお客さんと接している姿を見て親父すごいなって思ったんです。うちの両親ってすごい仲良かったんです。50年付き添った伴侶を亡くしてさぞかし辛かったはずですが、全然そんな素振りを見せませんでした。そして店が終わってから元気いっぱい飲むかとうちの親父と差しで飲んだんです。その時うちの親父が私にこう言いました。元気、うちの母さん最後にこう言ってくれたんだ。パパありがとうね、一緒に入れて楽しかった。そう言ってうちの親父が涙をこぼしました。まあその姿を見た時に、政治家ですが使える時間夜とかはうちの親父をサポートしよう、そうやって地元に帰ってきたんです。その後地元の代議士が逮捕をされてしまいました。そして地元の方たくさん僕にこう言うんです。江東区を何とかしてくれ、たくさんの方に言われました。江東区のことを何とかしなきゃいけない、そしてこの行き詰まった政治を何とかしなきゃいけない、私は本気でそう思っています。それを変えるためには自分の決意性を見せるしかない、そう思ったんです。そのためには今ついているバッジを外して勝負することだと。あと1年間参議院議員としてそれなりの給料をもらって任期を全うするという選択肢もありました。しかし私はそれを選びませんでした。私がバッジを外して今回勝負することでその決意を見せることによってこの政治の行き詰まった政治を変えたいんです。変えれるはずです。今多くの人が政治に対して憤りであったり不信感を持っています。完全無所得の私が勝利することによってこの行き詰まった政治を変えることができるって信じてるんです。正直無所得ってめっちゃ大変です。お金もなければ人もボランティアでやってもらってます。他の候補と同じステージじゃ勝てない、私はそう感じています。私は格闘家でした。どうやって戦うか、戦うことについては大学の監督とかもやっており、何十年とやってきました。その上で自分ができるリソースというのは体力だ、そう思ったんです。ですから今こうやって自転車がありますが、とにかく自転車でこの街を走り回り、直接江東区民の皆さんとお話をして、この国の問題、江東区の問題、そういったことを聞いて、そして戦いに挑みたいと思います。私は必ず勝利します。必ず勝てます。ありがとうございます。本気でこの国を変えようと思って今回勝負します。そのために皆さんぜひ力を貸してください。私が今回勝利することによってこの日本を政治を変える、その決意を持って私勝負します。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。